どうも世界数少ない100億人のカラコマの皆さん、おはようございます。ハロー、ニッシュです。はい、11月10日の間違えましたね、またね、すみません、1月10日の朝ですね。学ばないねはい、すみません、はい。で、今日はエヴァを狙っていきたいと思ってますね。はい、はい、うん。で、そのお店がですね、まあ、結構釘調整を頻繁にしてくれるお店で、うん、前々回行った時はエヴァのワープを開けてて、で、うん、前回は、どこだっけ、 よく知ってた部分、まあまあ鎧もよくしてたし、はい、うん、ワープも台によってはいじったんじゃないかな。あ、そうですか、うん、はい。まあね、できればワープを開けてくれた方が嬉しいなと思ってますね。嬉しいね。その方がステージ止めで結構、まあ、回せるので、うん、はい、間違いないですね、うん。で、まあ導入したての時はあのね、削りがなかったですよね、電サポ中の削りが。はいはい、はい、でも最近ちょっと削るようになってきてしまったんですけど、うんうん、まあ、そこは別に削りあってもね、その分回転数入れてくれるんだったら僕は個人的にはいいかなと思ってます。はい、はい、止め打ちでその分差がつけられるんでね、うん、はい。まあそんなこと考えながら、まあ今日は開けてくれたらいいなと思ってます。はい、エヴァは超使えるんでね。うん、めっちゃ使える。はい、頑張っていきましょう。はい、行きましょう。じゃあ行ってきます。よし、自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうも、今日の結果発表していきます。やだ。いや、やだって何。やだって。やだ、したくない。いや、ただ来れないでください。したくないよ。これ日課ですから。だよね、はい、俺は分かんないけどさ、はい、もう現実を直視したくない。現実を直視しないとダメなんですよ、これはいやーね、まあじゃあいいようにさせてあげますよ。はい、してください。しっかりしていきましょう、現実直視が、はい、はい、大事ですからね、はいはい。今日はね、エヴァ使徒新星を1日打ちました。打ちました、はい、うん。まあ、僕はね、結局2台打ったんですけど、うん、まあ、1台目はね、回転数が21ぐらいで、うん、ただ出玉削りをこんなに削るんだっていうので、ね、当たって気づいたんですよ、うん。あれ本当にね、微差で結構大きく変わっちゃうんでね、見極めの大変ですね、出玉関連釘、電柱の、うん、下の方でしょ、アタッカーの下の、そう、うん、まあ半分ぐらいアウトに向かっていったんだよねあれ、エグかったね、うん、こんな落ちんだと思ってって思いましたね、うん、思った、うん、これはいくらひねりしても関係ねえぞと思って、うん、ちょっと店員さんに見てくれって言いたくなっちゃうぐらいな感じですよね、うん、あれはやばかったな。2台目はまあ、80% ぐらいインに向かう台で、うん、回転数約20ですね、うん、うん、まあ機体時給的には1300円ぐらいはあるのかなっていう感じですよね、うん、打った台は、うんうん、はい。西村さんが打った台が、西村さんがまあ朝一で「あ、これいいじゃん」って言って叫んでて、うんうん、僕そうかって思ったんですけど、うん、結局ね、うん、結構回ったんですよね。回ったね、うん、23ぐらいですね、はい、そう、一日中数えてたんですよね、今日は。はい、5万円分ぐらい測れたのかな、うん、確か、うん、1000回転ぐらいだった気がするけど、うん、それで23、うんうん、ですね、うん。で、出玉削りもなかったしね、ほぼもうなかったね。98%ぐらいはうん、に向かってましたかね、うん、もうアウトの早い気配なかったの、うん、あの特図一のね、あの入り口でごちゃごちゃってなった時にたまに落ちるみたいな、はいはい、あの混乱した時に、あそこにあれちょっと思ったんですけど、電柱になるべく玉入れようと思ったら、うん、目いっぱいに強めがいいですね。まあそうだね、前回にはしてるけど、前回した方がいいですね、うん、だから通常に右打つ時とかに、ちょっと弱くいっちゃうとちょっと力がなくて落ちちゃう時があるんで、うん、全力にした方がいいですね、うん、はい、ですね。
だからまあ僕の代はね期待時給まあ2000超えてんじゃないかなと思うんですけどね。まあ超えてるでしょうね。うん。むしろ売れてば。うん、そうそう。だから2人合わせてね。はい。まあ3万5000とか取れてんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。そうなると思うんですね。うん、まさに。がしかし。がしかしよ。結果はどうですか。結果はそのマイナス3万5000円ぐらい。なんで逆に振るんだよ。まあ分かってるけどね。しょうがないのは分かってるけどさ。西村さんの代も今日1日まあね回るっていうのは分かったので、うん、1日分回したわけですよね。まあご飯行く時もそれぞれで行ってその間西村さん代を打つとか、うんうんうん、して西村さん帰った後も西村さん代を打つってことで、まあできる限り西村さん代を回すっていう感じにしたんですけど、うん、その代がまあ1日1200ハマりが2回来て、最高連チャンが3連チャンと、はい、初当たりが確か3回とかかな。そうね、3回だね。だった気がするね。うん。それじゃあ勝てません。勝てません。朝よかったんだけどね、16回転でね、だってね、いきなり確変来て、うん、おえと思ってたら、うん、1200くらいハマって、はい、300くらいで当たって、はい、で、最後閉店まで1200、300回、うん、カラコちゃんが。って言って、まあ、当たらず。すげえ展開だよ。ね、確率通りいったらね、あと3回4回は初当たり来てもよかったと思うけどね。うん、そうですね、うん、まあ、しょうがない、こればっかししょうがないですね、はい、コントロールできないもんな、はい、ただまあね、西村さんの本当ね、釘を打つ力がね、もう急上昇してますね、はい、なんか自分でも分かるぐらいにレベルアップしてきてますね、はい、そう、僕今日一人で言ったら絶対西村さんの台持って立ち止まることはないなっていうふうに、むしろいや今日開けてねえじゃねえかぐらいに思ったんで、うん、朝見てね、うんうん、よくその台を掴んでくれたかな、掴んでくれたなと思いますね、うん、あの台がベストでしたね、と思ったんですね、うん、本当に全ての釘を微差程度に開けるっていう、うん、調整だったんですでしょうね、おそらくね、うん、私あのホールさ、はい、本当にいろんなとこ触るなってイメージがあるのさ、はい、ジャンプ釘にしてもさ、はい、その何出玉削りにしても、うんうんうん、風車の周りで、はい、風車もさ左下の釘だけ下げるとかいう店が多いけど、うんはい、幅をこう広くだけするだけとかね、はい、うん、そういうパターンでもいろいろやってくるのさ、うん、いろんなパターンで、うんうん、だからなんか嫌な方にいろいろ見るようになってね、うん、うん、レベルはこのホールのおかげでちょっと上がってきているという、はい、そういう現実です。うまい釘師がいるんでしょうね、うん、うん、本当にね、わかりづらいね、うん、特に明日はね、あの台の開ける締めるをしっかりしてくると思うので、うん、111ね、111なのでね、結構まあこれギリギリのところですけど、店員さんが1月11日は頑張りますからねってなったらね、これ言っていいのかな、言わない方がいいんじゃないかな、まあ、うん、まあ、ね、うん、あんまりいいのか悪いのかよくわからないですけど、うん、まあまあイベントですとは言ってないんでいいのかもしれないですけど、うん、頑張るしかないからな、ずっと3日4日ぐらいまでやってたんでね、はい、期待していきたいと思いますだね、明日は爆発しないと死にます、はい、もうレバーのところではありません、死がかかっております、はい、逃亡する可能性なくなります、はい、マジでね、少しでもね、かわいそうだなこいつらって思う人たちは寄付してください。いいねより寄付してください。はい。じゃあ頑張る。西村さんの口座情報貼ってみましょうか。やめて、それはやめて。怖いから。どう寄付したらいいんだよ。それはもう、あの、DM して。はい、はい。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、また明日。バイバイ。